どうもこんばんは、今夜もミッドナイトテカポからお送りしておりますタイガーです。はい、今回もですね、前回に引き続きですね、あのタイガーが、死ぬ前にしたい10のことっていうねタイトルで進めさせてもらってるんですけど、もう今日はその最終回ということですね。もう最終話に向かっております。まあ、前回はね、我がベビトラちゃんね、まあ、ちょっと小児症っていうお耳の障害をね持って生まれてきた、私のベビちゃんについての話をさせてもらって、まあ、それに伴ってですね、まあ、僕がこれから、していきたいこと、してあげたいことということをちょっとまあ語らせてもらったんですけど、まあ、本当シンプルにね、僕がもうベビちゃんに願うことはやっぱり、まあ、本当耳が片方ね、塞がってないので、塞がってないっていうのはないので、耳がね片方ね穴がないので、もう本当シンプルに、まあ、音楽とかを長いことね、楽しんできたタイガーからしてみれば、もう本当自分が愛した曲たちとかね、美しいメロディーをもう両耳で聞かせてあげたい。まあただそれがねシンプルな願いなんですけど、うん、でそれプラスね、同じような、まあ、苦しみだったり悩みだったりを抱えている親御さんだったり、これから生まれてくる命にね、もう大なり小なり、もういろんなことがあるでしょうけれども、まあ、そういったことに貢献していきたいなっていう、ことをですね、まあ、語らせていただいたんですけど、もう本当前回もね、なんかもう本当コメントをね、もうお一人でも本当にコメントいただいて、なんか共感できますっていうようなコメントいただいて、ね、本当に嬉しかったのと、もう本当ただその一人一人がなんか、あ、私もそういう風に感じたとか、ね、お金の使い道一つにしても、もっとなんかみんなの意識がちょっとずつ動いたりとかして、それがこうね政治なりなんなりに反映されていったらと思うとね、すごい胸が熱くなりますよね。ということでですね、まあ今回はもうそう、最終は、クロス&ブリードっていうね、白板に2回とも書いてたんですけど、クロス&ブリードっていうことについてちょっと紹介していきたいと思います。ほんで、クロス&ブリードについてね、ちょっと説明したいんですけど、まあ、これを説明するにあたってね、一つね、ちょっと言っておきたいのが、この、もともとね、黒トラ、白トラチャンネルっていうのは、そのクロス&ブリードっていうものを、まあ、世の中に広めたくて作ったチャンネルなんですよね。これ、もともとね、5、6年前に作ったチャンネルなんですけど、YouTube で。なんだけど、本当ね、もともとは、そのクロス&ブリード、がやりたいというか、まあ、それを世の中に広めたいんだけど、なんかちょっとこうすごい抽象的なものなのでうまく伝わらないだろうなと思ってできたのが黒トラ白トラチャンネル、そしてこのタイガーっていう、まあ、キャラというか、なんか立ち位置というかポジションなんていうの、うん、そんな感じなんですよね、人格というか。なんでそう、この着ぐるみ着てタイガー、もうタイガーはほんとトラのタイガーなんですけど、でクロス&ブリードっていうのはね、タイガでやってたんですよ。でやってるし、そう、TAIGA タイガーですよね。タイガですよね。まあ本名なんですけどね。で、そう、だからクロス&ブリードっていうのは、まあもともとバンドなんですけど、10年前にね、地元の友達と一緒になんかやろうかしてたバンドなんですけど、まあ、あまりにも僕がもう本当実力もまだ精神的にも未熟で本当にうまくいかなかったんだけど、うん、ね、そのクロス&ブリード、まあ、僕にとってはね、もう自分そのものなので、それをねまたこうちょっとまた一つずつ作り直していきたいなっていう気持ちがあってやるんですけど、まあ本当そのクロス&ブリードはタイガーでやってて、で黒トラのタイガーは、まあ、そのなんかお披露目役みたいな感じで、まあもともとね作ったんですけど、だから言ってみればなんか当時ね、M ステとかはヘイヘイヘイとかね、なんかそういう世代なんですけど、まあ、知ってる、もう最近の子はね、わかんないかもしれないですね。ミュージックステーションとかまだ日本でやってんのかな、タモリさんが出るやつね。やってて、で、いつもね、そういうの見て、わ、すごい面白いと思ってたんですけど、でそういうので、まあ、自分の好きなバンドとか、グレイとかね、ラルクとか、なんか、うん、最近で言うとなんだろう、ラッドウィンプスとか、まあ、出てるかわかんないけど、アレクサンドロスとか、よくわかんないけど、まあ、そういうの見て、わーってなってて、でもそういうの見ててね、シンプルに思ったのが、アーティストってね、なんか自分が出演するときしか出ないじゃないですか。で、大体今芸人さん側の人、まあタモリさんもそうだし、ダウンタウンさんもそうだし、なんか芸人さんがこう司会でこう仕切ってて、で、そのゲストとしてアーティストが来るみたいな。だからアーティストってメディアに出ないじゃないですか、あんまり。なので、まあクロス&ブリードもね、なんかアーティストとして活動しててもね、なんかろくにね、世の中になんか出づらいだろうな、抽象的だし、何やってんかわかんないし、なんか、
ね、ロックバンドとかみんなそうじゃないですか、こうなんかグラサンとかしてたりとか、まあ、グラサン外してとかでもなんかこう、そうっすねみたいな、なんかまあ俺はうん、まあ普段は暗闇の中でエアコンつけながら生活してますねみたいな、なんかちょっとこうそんな感じの人多いじゃないですか。だから僕もね、なんかでもそれだとちょっとなんかね世の中に伝えづらいなと思って、まあ一人二役なんですけど、一人二役、そういうだからタイガーっていうキャラを作ったっていうか、まあ人格を作った、まあちょっと中二病的、もう中二病っていうのも主語かもしれないですけどね。まあそんな感じで、まあちょっと長々と話しちゃったんだけど、そうそう、だからクロス&ブリードについてはね、本当にちょっとタイガーにね説明してもらった方が多分熱が伝わると思うんで、ちょっとねタイガーをね呼びますね、呼びますねっつうかもう、まあ、自分なんですけどね。でまあ降臨のね別にフリーザーの第二形態第三形態みたいな変身するわけじゃないんですけど、ちょっと呼びますね。どうもこんにちは、クロトラシロトラチャンネルでは初めましてですかね、クロス&ブリードのタイガです。ややこしいですね、なんかね、クロトラシロトラ、クロス&ブリードもクロ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 、うん、なんかね、まあ、このクロス&ブリードっていうのはなんかもともとはもうほんとかれこれ十数年前かな、もう自分が二十歳とか21とか2とかもう20ぐらい、もうだからもう十数年前になるんですけど、もう二十歳ぐらいの時にはもうできてて、そのもう名前もねできてて、でまあもともとはバンドとしてね、なんか世の中に出ていきたいなって思ってやってたんですけど、当時地元のね友達と一緒にバンドとかやってもすごい楽しい音楽をやってた時期があるんですけど、まあ本当に今から思い出すと、もう本当に自分がもう未熟でね、人間的にも、まあロックとかで人間的に未熟とか言ってもねよくわかんないですけど、なんか本当コミュニケーション能力とか、あとはまあ音楽のスキル一つにしても知識にしてもね、音楽にしてもそうだし、 なんか本当未熟で、なんか一緒にこうやり続けるのが難しくてというか、まあよく聞く話ですけどね、うまくいかなくて、でね、もう最後の最後まで一緒に残ってくれてたドラマーのもう本当親友、もう多分世界で一人だけ言える自分にとっては、まあ、向こうがどう思ってるか分かんないですけど、親友って思ってた、まあ、今も思ってますけど、ドラマーの子はね最後まで一緒にいてくれたんですけど、まあ、彼とももう本当自分が至らないな、まあまあ、こういうね話は別にいいんですけど、で結構時が流れて、その一時期はねもう諦めてというか、なんかもう自分の殻の中に閉じこもって、まあ余生をねもうね2,30にして余生ってなんだよって感じですけど、まあ、なんかもうあんまりこうね何かに心震わせるでもなく、熱を傾けるでもなく過ごしてたんですけど、まあここに来てね、なんかね、まあ、なんか、うん、まあ子供も生まれたのもあるのかもしれないですけど、なんかまあうん、まあ自分、まあ、月並みなんですけどね、自分が生きてきた証とかじゃないけど、あとは何だろう、まあね次世代につなぎたいと思ったのか、まあ、自分が受け取ってきたものも次世代につなぎたいって思ったのか分かんないですけど、まあねねこう行動を言語化するのって難しいって言ってましたよね、ハンターハンターの団長さんもね、うん、まあ難しいっすよね、まあ、なんでまあね自分が、まあ、これから、うん、これからも成長していきたいし、どういう未来を作っていくかっていうので、うん、なんか、まあ、自分が、ね、中心となって、うん、なんか他の人が作り上げた何かじゃなくて、自分の中にあるものを発信していきたいなっていうのは、まあ、ありますよね。まあ、ということでですね、ちょっとクロス&ブリードをね、また分かりやすくね、授業みたいに白板にね、なんかね、タイガーが使ってたのと同じ白板でね、ちょっと用意しましたので、ちょっとね、説明していきたいなと思います。はい、ほんで、クロス&ブリードなんですけど、もうほんとね、余計見にくいですけどね、黒と赤で、もう赤と黒好きなんですよね、赤黒い感じ、妖艶な感じね。もともとはこのクロスブリードっていう英語から取ったんですけど、まあ、バンド名でもクロスブリードってもうあって、
でなんかパクリになるのも嫌だし、で間にねエンドつけたんですよね。でクロス&ブリードで、もともとそのクロスブリードっていうのの意味は雑種とか、あの一種交配とか混血とかいう意味があるんですけど、なんかねそのこう混ぜ合わせたり掛け合わせたりっていうのがすごい好きで、僕自身がね、なんでそういった意味を探して、あなんかかっこいいのあるなと思ってつけたんですよね、クロス&ブリード。でなんか大まかに3つね、ちょっとこうコンセプトというかニュアンスみたいなのをまとめてるんですけど、どれから説明しようかなって感じなんですけど、まあ上から順にねいくと、もともとはロックバンドをやりたくて作った名前なんで、まあ本当イメージはロックイメージなんですよ。でなんかね、まあ僕のその影響を受けてきたアーティストたち、まあロックアーティストたちって言われる人たちね。で、一番好きなのはもう X ジャパンですよ。これ何回も言ってるんですけど、もう本当 X ジャパンの YOSHIKI さんとかすごいもう、まあ、自分にとってはもう神様みたいな存在だった時もあるし、まあ、今はもうね、大人になったからまあ神様とまでは、まあでも似たような感じですかね。で、まあ、その X ジャパンが影響を受けた KISS っていうバンドがね、アメリカにあるんですけど、すごいピエロみたいななんかこう歌舞伎みたいなすごい白塗りに未だに頑張られてるんです。この前も日本に最後のこう来日公演されたのかな、YOSHIKI さんが一緒になんかまたね共演とかされてて、もうすごい感慨深くて、僕にとってね、だから KISS ってなんかおじいちゃんみたいな感じで、 XJAPAN はまあお父さんというかまあお兄さんみたいな存在なんですけど、KISS とか XJAPAN とか影響を受けたロックのグループみたいな存在に向かって頑張りたかったロックバンドの名前、クロス&ブリード。もうこのね S とかもね、これね KISS の S とちょっとかけてる感じとかね、あとクル X ってバツでしょ、 AX でしょ、でクロスはクロスでしょ、縦でしょ、まあ、ちょっとシュワッチになるんですけど、なんかそんないろいろもね、ほんと言葉遊びすごい大好きで、でちょっとね小学生みたいなんですけど、そういろんなとこかけてるんですよ、X クロスとか KISS とかね。なのでなんかね、KISS とか XJAPAN のようなロックイメージをこう目指す。でその中でやっぱりね、こうやって細分化すると、まあ、ロックとか芸術面だったりファッションスタイルみたいな、まあ、僕のこのメイクしたり化粧したりっていうのももちろん彼らの影響を受けてますし、なんかそういうスタイルだったりファッションだったりね、ロックの人ってまあなんか革ジャン、まあ、当時だったら革ジャンとかちょっとこうなんかね、赤と黒のストライプのなんか着てみたりとか、なんかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういうねロックのファッションとかそういうのをまあ追求するってね。ロックって僕にとってロックって何か、これみんなロックにロックロックって言うんだけど、ロックって何なんだろうって思った時にあんまりね、なんかはっきりとみんな分かってないじゃないですか、こんな感じみたいな、ロックってこんな感じみたいな、なんだけど、まあ、自分にとって一番なんか近い感覚はロックってやっぱワクワクするものであってほしいし、時には激しく時には切なく、なんか、なんかまあ難しいっすね、けどなんかロックって、それをロックなんかロックを追求する、まあこれ一番でかいですよね、ロックを追求していきたい自分の人生を通してね。なので、まあ、クロス&ブリード何するのって、まあロック、ロックを追求するっていう感じ、でその芸術の一環でね、音楽だったり、まあ、もちろん画像とかそのビジョン映像だったり、ファッション服もそうだしスタイルだったり、まあ、ライフスタイルそのものになるんでしょうけど、そういうのを追求するっていう、グループっていうのかな、でこれね、その下、これもうキリスト教のような宗教、もういきなりなんか宗教ってちょっと日本人の方たちはみんなね、宗教っていうとちょっとこう一線引きたくなるようなところがあると思うんですけど、これね、ちょっと説明すると、私ね幼少期ね、母がねすごい、お母さんがすごい熱心なクリスチャンだったんですよ。で毎週ね、学校とは別に日曜学校と教会に連れて行かれてたんですね。教会、もう十字架が立ってる教会ね、海外では結構割と普通なんですけど、日本で、しかも私何回か行ったことあるんですけど、動画でもね、阿蘇の片田舎で、熊本の阿蘇山の麓でね育って、本当に田舎で育ったんですね。もう本当ね、村も人口に3000人切っても本当に過疎化の恩恵をもう多大に受けてたようなところで育ったんですけど、
だからすごい珍しかった。田舎、東京とかね、大阪とか、まあ勝手にイメージですけど、都会だったら例えば外人さんもいっぱいいたりとか、あとね、教会とか行っても結構あったかもしれないですけど、もう本当にね、農家、周り農家ばっかりだったし、なんかね、すごいやっぱり田舎でその教会とか言ってる人ってあんまいなくて、すごい珍しかったんですよね。で、うん、そんな中でうちの母ちゃんはすごい熱心なクリスチャンで、すごいだから周り、世間からしたらすごい変わった人に見えたんじゃないかな、うん、自分も今思うとすごい変わった家庭で育ったんだろうなっていう感じはするんですけど、まあ、その影響もありまして、キリスト教にすごい詳しいんですよ、ちっちゃい時から、うん、なんか、まあ、ここにもね、あの、よいしょ、最近ね、まあ、改めて勉強したくって、このバイブル買ったんですよ。妹に送ってもらったんですけど、もうこのバイリンガルで英語も一緒に勉強できるっていうね。これも改めてちょっとね、あの勉強していこうかなって思って。うん。まあでも、もう本当知識とかは結構ちっちゃい時からいろいろあって。だから、まあ、一般日本人家庭のお子様たちよりも、その海外の西洋文化だったり、歴史だったり、あのキリストについての情報とかはすごい、なんだろう、詳しいというか、だからあの中田大学、最近ね、あのオリエンタルラジオの中田先生がこう宗教の話とかされたりするときによくわかるなっていうか、あ、わかるわかる、うん、わかるわかるって感じで、まあ見れ、まあ、ね、他の人もまあ、うん、勉強熱心な方とかは多分、ね、そんなえばれる、僕がねえばれるようなあれではないんですけど、まあ、そこですごい自分は内面世界を探る幼少期を過ごしたっていうか、そこでまあ思想、哲学、精神世界って書いてるんですけど、まあなんかそういった分野っていうんですかね、うん、なんか、うん、そういったこともある意味追求していきたいっていうような、そういった感じも入ってるっていう、ね、でそう、このクロス&ブリードのクロスっていうのは僕にとってだからクロスなんですよ。キリスト教の、まあ、要はキリストですよね。キリストが十字架にかかって死んじゃったんだけども、その十字架だから、そのまあ聖書の中にもねあるんですけど、己の十字架を背負って生きていきなさいみたいなコメントをね、キリストが残してるんですけど、まあ、僕なりのクロスっていう意味でここに入ってるんですよ。クロスすごいでしょ、いろいろ考えてるんですよ。もうなんか言葉遊び本当好きだね。で、まあ、最後ね、これね、スカイラークグループのようなビジネスグループって書いてあるし、これいきなりなんかなんじゃでしょ、これロックバンドからこのキリスト教からいきなりなんかこうスカイラーク出てきますよね。バーミヤンとか出てきますよね。で、これね、スカイラークグループのビジネスグループ、これはこれちょっと邪魔ね。なんか、なんだろう。まあ言ってみれば、まあこれ芸術系ですよね。で、これ哲学とか精神系ですよね。これはもう、ね、僕にとってお金だったり、その合理性だったり、現実的に。どっちかというと科学とか、そっち系なのかな。だからまあ、右脳と左脳じゃないけど、なんか、その、やっぱりね、僕が尊敬してやまない XJAPAN の YOSHIKI さんとか見てると、音楽の才能だけじゃなくて、そのビジネス感覚っていうのかな、ね、自分でレーベル立ち上げてる方だし、ね、バニシングビジョンって言っても本当すごいんですよ当時は、うん、もうこれについても別動画でめっちゃ一晩中説明したいんだけど、本当にかっこいい生き様というか、でもそれって、もうキスもそうですよね。キスもそうなんですけど、皆さん何だろう、やっぱアーティストっていう立場なんだけど、もう芸術とかアートだけで、そのなんか自分のその混沌とした世界を、ただがむしゃらに、なんだろう、叫ぶだけじゃなくて、それをビジネス的にもうまく成功させてる方たちっていうイメージあるんですよ、僕、まあ、勝手なイメージですけど。で、まあ、そういう風になりたいじゃないですけどね、なんか、うん。で、そう思った時に、スカイラークグループってね、なんかね、これ調べる、このスカイラークグループ、ちょっとネットでね、調べたんだけど、なんかね、会社概要とかにも書いてあるんですよ。なんか、人間の幸福のための、なんか、こう、職を通してのなんとかかんとかとか、なんかその経営理念みたいに書いてあって、ああ、でもやっぱすごいな、やっぱでかいグループはいろいろあんだなと思ってね。ほんで、なんかそういうグループっていうのかな、なんかね、だからまあ言ってみれば、僕はもともとロックバンドとして始めたんですけど、クロス&ブリード、もうなんかもう一人になっちゃったし、
ロックバンドって言っても一人だし、本当に、なんかね、バンドとして成り立たないから、じゃあどうしようかなって思った時に、じゃあこのスカイラークグループみたいな、ロックグループ目指せば、なんかバンドとか言わなくても、ロックグループ、クロスアンドグル、クロスアンドグループじゃねえ、クロスアンドブリードっていうロックグループですって言って、え？ってなって、それってじゃあ何、バンドと違うのって言われたら、いや、スカイラークグループみたいな、ロックグループですって言ったら説明しやすいかなと思って持ってきたんですけど、だからまあスカイラークのような、まあ、お金の使い方だったりね、そのなんだろう、ビジネス感覚だったりそういうのも考えたい。だからもう、まあ、この世にあるいろんな、まあ、事象っていうんですかね、まあ、僕だから全てを、まあ、学んで吸収して生かしていきたいっていうようなグループ。まあ、最近で言うとね、最近僕本当に YouTube 見始めて、実際自分も入ったのが、あのね、キングコングの西野さんって方がね、オンラインサロンみたいにやってて3万何千人とかいるんですよ。で、もう近々12月かなんかに、煙突町のプペルっていう映画が、なんだろう、公開されるんですけど、もう彼のね、毎日 YouTube で彼のボイシーに入ってる話とか、もう毎日あの赤ちゃんのベビーカーをしながら聞いてるんですけど、もうカレーとかすごいなって思ってて、もういろんな人がね、カレーを、でも当時はね、彼すごいあのバッシングされてたらしいですね、当時ね、テレビからあの出なくなった時にね。ほんで僕はキングコングってカジサックさんもそうなんですけど、知らなかったんですよ、全く。で今回、まあ、カジサックさんが YouTube 出てきて、僕あのキングコング西野さんも西コンさんって呼んでるんですけど、西コンさんももうほんとそうやってなんか活躍 してくれて、世の中に認められてくれたおかげで僕も知ることができて、で彼の考えとかすごいな、すごいよくわかるなと思って、彼がその西コンさんが西野明弘エンターテインメントエンタメ研究所みたいな名前でオンラインサロン やられてて、それに3万何千人も入ってて、あの Facebook なんですけど、で僕もそれ入ったんですけど、なんかもう言ってみればね、なんか言ってみればそういうのを目指してるって言ったらいいのかな、なんかね、本当に、まあ、彼は芸人さんなんで、そのエンタメエンターテインメントに全力を注いでる方なんですけど、まあ、僕もね、そのもちろんロックって言ったって結局エンターテインメントだし、でまあ、この僕にとってはこの宗教的なところとか入ってくるっていうのもまあ一つのあれなんですけどね、要素っていうか、まあ、ちょっとここ座ってるのあれなんで、ちょっとね、席戻します。まあ、そんな感じでね、まあ僕がこの黒ブリっていうので、こうどういうことをしていきたいのかとか、まあ、どういう活動、まあ、活動というかね、どういう感じなグループなのかっていうのは、まあなんとなしにこう伝わってくれたら、まあ伝わりにくいですよね、ちょっとね、言葉足らずに申し訳ないんですけど、まあなんせね、なんか変なこと言ってるんで、まあでもまあなんとなく伝わっていただけたら、まあよかいいかなと思うんですけど、まあね、ちょっとこう今回はね、そのクロス&ブリードっていうのをちょっと説明したんですけど、まあちょっと長くなりそうなんでね、2部作にしようかなと思うんですけど、次回はね、ちょっとね、私の経験を踏まえて、そしてあの人生を通してね、感じてきたこと、そしてこれからの黒ブリーを通してあのやっていきたいことだったり、どういうとこを、どういう世界を目指してるのかっていうのについてね、ちらっと、まあ次回は自分のちょっと内面世界を少しシェアできたらなと思うので、喋っていこうかなと思います。もしね、なんかまあ興味があったらぜひ見てやってください。それではまた次回にですね、お会いしましょう。クロトラシロトラチャンネルのタイガーに紹介されたクロス&ブリードのタイガーでした。それではおやすみなさい。